と比べて随分変わったね。そう？あ、言われてみればそうかもしれないね。私は毎日会ってるからちょっと気がつかなかったけど。でも、あの頃から何年も経ってるから。そうだね。体ももうすっかり良くなったんだ。うん。手術が成功して以来はずっと。よかったね。これだけは変わってないね。うん？お兄ちゃん子だってところ。そうでもないけどね。またまた照れなくていいのにさ。はいはい。みんなとまた会えて、私は本当に嬉しいよ。あと2人ほど残っているわけですが、カズハちゃんとトモくんは同じ学校？それとも別になっちゃったの？お？そのカズハは私と同じクラス。そうなんだ。けどトモくんは。え？あ、そうなの？なんというか、心が痛いね。うん。当たり前だけど、カズハちゃんは無事だよね。まあ、それは。うん。なんだかバカみたいに心配になっちゃったから。連れてきてよ。そうね、呼んでみる。
それもあるから京介くんが暗くなっちゃったの。うん、ともくんが死んじゃったから。あれれ、自覚症状なし？暗いよ、前に比べると。エマちゃんと同じような感じかな。起立。国見って受験勉強とか始めたか？なんだ、そっか。じゃあ安心だ。やっぱ勉強した方がいいか。まあな、塾行ってるやつも多いみたいだしな。霧学って？俺はどうすっかな。一芸入試とか。受験か。好きならそんな悩むことないのにな。好きじゃないならやらなきゃいいじゃん。寝てても覚めてても時間は流れるんだからさ、後悔しないようにすればいいだけ。しないと後悔するって思ってるなら勉強でも受験でもすればいいんだし、悩んで右往左往しててもやっぱり時間は流れてるわけだから。ところで右往左往って叫び声？悩みまくりの叫び？で、まあ私が何を言いたいかというと、一度きりの人生で問題は後戻りしない覚悟はあるのかどうかってこと。姉さんで。お疲れ様。どうしたの？トーリちゃんの教室ってここより下だよね。うん、一緒に帰ろうと思って。あ、なるほど。ごめんね。いや、じゃあもう一緒には帰れないね。そっか、じゃあ一応顔は見せるね。それじゃあ今日はこれでバイバイだね。
ところで、二人はどこまで進んでいるのかな？図書室ってどこにあるの？通りちゃんだけだね。あんまり昔と変わってないのは。さっき京介くん勉強とか言ってたけど、通りちゃん真面目だもんね。ほんわかしてるけど、やっぱりお姉さんなんだな、その辺。図書室か。全体的にそうだけど、ここ霧がくってなんか洒落てるね。魔術書とかあってもおかしくないね、こりゃ。ネクロノミコンとか。集まりなんじゃない？何？何って、これ図書委員の集まりでしょ？え、でも これで全員かな。5人、あ、1人増えたから6人か。じゃああと1人か。ごめんなさい、遅れました。これでみんな揃ったわね。じゃあこれ読んでください。週に1回担当することか。出てもいいのかな。え？いや、私って本とか好きだし、別に毎日でもいいかな、なんて。それはいいんじゃないねえ。いきなーし。何が？
私たちに任せて帰ってもいいよ。あ、というか、私も参加してもいいですか？私も本が好きで。あ、なるほど、そりゃもちろん。じゃあ本好き同士ってことで、これからは一緒にやらない？そうですね、それは全然構わないです。あ、京介くんどうかした？じゃあまずは自己紹介といきますか。私は神崎千尋、制服は違うけど歴史としたここの生徒だよ。で、こっちが黒猫のサンデーね。あ、それ私のセリフ。では改めまして、それも私のセリフ。猫連れてきていいんですか？やっぱね、人生は勢いだよ、勢い。説得力は勢いから生まれるんだって。そちらは？私は葵千佳子です。千佳子ちゃんだね、よろしく。国見京介？もしかして私の知ってる人かもしれないです。間違ったらごめんなさい。友久と友達だった人ですか？やっぱり友久。友くん？私、友久の姉です。学年は一緒ですけれど。友、それが友久の呼び名なんですね。まあ、名字なんかでは呼ばないでしょうから。でも、友ですか。私はそっちを初めて知りました。